はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。本日1月17日、日曜日であります。ちょっと今日 NHK のホームページ見てまして、面白いなと思った番組があるので、紹介していきたいと思います。番組のタイトルですが、「世界を変えた女の子」ということで、明日からなんですが、1月18日月曜日、NHK の E テレの方ですね、午後7時40分から7時50分ということで、短い内容であります。で、実写とアニメーションで描くっていうところが、かなり面白いなと思って見ておりました。で、世界を変えた女の子の、説明なのですが、あの偉人も初めは普通の女の子だった。絵本のようなアニメと実写ドラマで描く時を超えた出会いの物語、ファッション界のカリスマ、ココ・シャネル編ということになっておりますので、紹介していきたいと思います。まずココ・シャネル編なんですけれども、中島瀬那さんが演じるユリカは、学校が嫌い、制服が嫌い、同級生ともうまくやれない彼女が、本の世界で出会ったのは、ガブリエル。そのガブリエルは、アニメーションの形で流されるんですけれども、その声を担当されるのが、門脇麦さんです。そのガブリエルという名の少女、ガブリエルも、家族と離れて暮らす修道院での生活を嫌っていた。嫌いで通じ合った2人はやがて、女の子たちの出会いが胸を打つリアルだけどファンタジーなストーリーというふうな説明で、ちょっと面白そうだなというふうに思いました。それではユリカが本の世界で出会ったガブリエルというのは、誰なんでしょうかということなんですけれども、おそらくココ・シャネルのことではないかなと思います。ココ・シャネルは出生名がガブリエル・シャネルなので、そのガブリエルということでしょうね。またガブリエル・ボヌール・シャネルとも呼ばれたようであります。1883年に生まれ、1971年に亡くなるということなんですけれども、フランスのファッションデザイナー、起業家、彼女が創設したシャネルブランドは世界優秀のファッションブランドとして現在も営業しているということなんですけれども、私はこういうブランドっていうのは結構疎い方なんですけれども、シャネルとかヴィトンっていうのは聞いたことありますし、特にシャネルっていうと香水が有名だったんではないかなというふうに思います。生い立ちなんですけれども、5人兄弟の第二子として貧しい家庭に生まれる。シャネルが12歳の時に母親を亡くして、行商人であった父に捨てられ、孤児院で姉ジュリアと共に育つ。この孤児院で裁縫を学んだことが今後のデザイナーとしての活躍のきっかけになるということです。はい。ということで、ちょっとドラマですが、実写とアニメーションでどういう感じに仕上がっているのか、ちょっと楽しみですね。はい。はい。ということで、1月25日、次週ですね、世界を変えた女の子は、エイダ・ラブレス編となっております。エイダ・ラブレスはイギリスの貴族女性で、世界初のプログラマーとなった方のようです。ということで、こちらの方も、面白そうですね。はい。私のチャンネルでは主に朝ドラの、モデルとなっている方が、実際はどうであったのかという切り口での動画を上げさせていただいておりますので、もしよろしければそちらの方も、ご覧いただければと思います。そして気に入っていただければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。まこきたさんでした。